はい、えー。皆さん、こんにちは。今日はですね、この、見てください。このリアルな感じですね。こうやって動きます。これはですね、クマムシというですね、昆虫。まあ、昆虫かな足が8本あるんで、昆虫って言えるのかどうかわかんないんですけど、えー、クマムシのガチャですね。ガチャを見つけてきたので、これ作ってみました。これはですね、このガチャ。はい。この、原色図鑑シリーズ番外編クマムシということで、 このクマムシのこの茶色系ですよね透明茶色通常版通常版ということで全5種類入ってるんですけどその茶色のやつが当たりました一番欲しかったのは実はねこのねちょっとこれ白黒で分かりづらいんですけどこのもうちょっと褐色色っぽいクマムシがあってでそれがですね本当にリアルな感じの えー、写真だったので非常にそれが欲しかったんですけど、まあ、2番目に欲しかったんですが当たったのでラッキーかなと思いますでこれ実はですねこれ組み立て式になっててこの足とかもですね全部取れてですねちょっと実はですね結構作るのに苦労したんですけど、まあ、10分ぐらいあれば作れますが、えー、と全部こうと接続部分があってですねそれでこう作ることができますで素材はなんとなくやっぱゴムプラスチックゴムみたいな感じでちょっと柔らかめだけどそこまで柔らかくない、えー、とプラスチックって感じですねはい少して こんな感じで足がこうリアルになっていてでえっと1234つのパーツに分かれているのでこう稼働することができますで顔はこうですねこんな感じでこの実際クマムシって僕もねあのまだ調べてないんであれなんですけど多分なんかねちょろっちらっと調べた感じは本当はすごい小さい虫みたいなんでこの大きさではないみたいですね、まあ、害虫みたいな感じなんですかねダニとかの種類なのかななんかこうね ダンゴムシみたいな、えナウシカに出てくるオウムみたいな感じだったりしますけど、非常に気持ちが悪い、気も可愛い感じのガチャじゃないでしょうかね。気になる方がいらっしゃいましたら、ぜひ、ガチャ、やってみてください。クマムシです。